1996年のクルバビツァ。右手に、スタジアムが見える。フドバルスキクルブジェリエズニチャル・サラエボは、ボスニア・ヘルツェゴビナ、プロサッカーリーグに所属する、クラブチーム。本拠地はサラエボ。1921年9月19日、RSD ジェリエズニチャルとして創設。後に総合スポーツクラブ、SD ジェリエズニチャルの一部門となった。 クラブはサッカーの他に11部門を持つ。ジェリー・エズニ・チャルトは鉄道従業員のいで、クラブが鉄道従業員たちによって設立されたことに由来する。略して、J ・リョ、またはチームカラーからプラビの愛称で呼ばれる。FK サラエボとの対戦はサラエボダービーとして盛り上がりを見せる。1947年ユーゴスラビアリーグに参加し、 1972年にはリーグ優勝を果たした。一部リーグには延べ34シーズン参加し、ボスニア・ヘルツェゴビナのクラブでは FK サラエボに次ぐ数字となる。UEFA 主催の国際大会では FK サラエボの実績を上回り、イビチャオシムがクラブを率いた UEFA カップ1984から85では準決勝まで進出した。 国際サッカー歴史統計連盟が発表した20世紀ヨーロッパにおけるクラブランキングではボスニア・ヘルツェゴビナのクラブとしては最上位の110位にランクされた。イビチャの息子であるアマール・オシムも選手、監督として在籍し、監督として2009から10シーズン終了時までに3回の優勝を果たしている。ホームスタジアムはスタディオン・ウルバビツァ。1953年に開場した。 スタジアムが立地するグルバビツァ地区はサラエボ湖外南西部に位置する住宅街で内戦時には激しい紫外線が繰り広げられた内戦時の当地はセルビア人の占領下にあったため閉常され1996年に使用が再開されたこの地区を題材にした映画サラエボの花の公開時にはグルバビツァで8年間式を取ったイビチャオシムのコメントが寄せられた 2004年に改築がすべて終了し、球技専用場としては、国内最大規模の2万4千人収容となった。スタジアムの横には新しく、トレーニンググラウンドが設置され、蒸気機関車が置かれている。2009年のスタジアム周辺。なし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。